車の駒沢オリンピック公園にやってきました。で夜しか来たことなかったのでほとんど見てみたいと思います。あ、違うや、昼に来るのは2回目だ。テイクアウト美味しそう。ピッチャがある、ピッチャ。カフェがおしゃれです。ジャブジャブ行き、ここにも看板があったのか。こっちは夜来たことなかったですね。これはもしかして池？水はないけどね。水があったっぽい。水ないけどね。夜は気づかなかったですね。新発見しました。前に一度来た、昼間に来た時は撮影だったので見回ることができなかったんで、ほぼ今日が初めてですね。なんだろう、自転車放置してあるし、なんだろう、いらない土置き場かな。のほほんとしています。散歩してる人が多い。現金。おお、広。やっぱ昼間見ると全然違う。出ました。オリンピック記念塔。近づいてみましょう。昼間見ると綺麗ですね。昼間はかなり人が多いです。カモカモ。なんかここは不思議な体験をした方が多いんですけど、不思議なことが起きても不思議じゃない感じがする。なんかそういうのも OK って感じがします。不思議なこともね、なんか許されるような感じかな。いい場所ってことですよね。ね、チキッと。
当にいい天気。いつの間にか一周しちゃいましたね。